こんにちは。福井教育支援サークルの吉田です、えー。福井県の小学生のスポーツテストの結果が、まあ、全国トップクラスであるということは、まあ、よく知られているんですけども、その一因が福井で行われている縄跳び指導じゃないかということが昔から言われていました、えー。今日はですね、じゃあどんな指導をしているのかということについてお話ししたいと思います。 福井県は日本海側ですので、冬の天候が非常に悪いんですね。それで室内で手軽にできる縄跳び指導が昔から盛んでした。あ例えばそこにある3つ、これ大体どの学校でもやってますね。まず廊下を練習場として開放すると。 ですから、まあ、12月から2月ぐらいの3か月間福井市の学校福井県でもいいですね福井県の学校ならどこに行っていただいても大体いい廊下でぴょん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 縄跳びをしている子どもたちの姿を見ると。 いいうこととになると思いますえそれから学年別の縄跳び進級表これもどの学校に行っても作成してあってえ子供たち休み時間にそれを見ながらね練習をしているという風景を見ることができると思いますえそしてねこれが一番軸になると思うんですけども学年対抗の縄跳び大会というのが必ずありましたえちっちゃな学校ですと学校というレベルでやっていましたねこれは親御さんたちもねずっとこれやってきてますからまるで伝統行事のようになっていましてまあ 小さな運動会という感じですからね、教師も子どもたちもここでの融資を目指して燃えます、そして保護者の参加も大概セットされています。 はい、これは私が体育主任をしていたときに3年生で使っていた縄跳びの進級表です。これ、学校ごとに作成しているもので、えー、学校によって違うんですけれども、まあ、学年ごとに作っている学校もありますし体育主任が投したものを作成している場合もあります。まあ、私の場合はトスランドの縄跳び球表をそのままエクセルで打って使っていました、えー、例えば20級ですと、えー、前足の両足跳び ね、前の両足跳び、前のかけ足跳び、後ろのかけ足跳び、それぞれ10回、10回、2回ができてれば合格ということで、まあ、子どもたち同士で見せっこして、できたら赤鉛筆で色を塗るというふうにして、どん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 進めるようにしておきました。この縄跳び進級表なんですけれども、裏に厚紙を当てて、 穴を開けてね、ね紐を通して、机の横に縄跳びと、ね、一緒にかけておくっていうのが一般的で、子どもたちは休み時間になると、その2つをね手に取って練習に行くというのが一般的でした。えー、これは3年生の縄跳び大会の原案ですね。えー、私が作成したものです。まあ、日にちがあって2番クラス対抗得点種目ということで、相跳び30回、後ろ相跳び20回、二重飛び10回、 まあこれができた人数かける10が点数になりますよとそれから8の字縄抜けこれはまあ2チームとなっていますからクラスを2チームに分けて2分間に飛んだ回数を合計しますよと、まあ、そして1から4までの点数を足して点数がい高いクラスが優勝ということになっています。 えー、それから個人戦もありまして次のいずれか1種目に参加飛んだ海水で1位から3位を決定ということであやとび、後ろあやとび、交差とび、二重とび、二重、まあやとどれに出るかをもう子どもたちに自由に選ばせるというふうにやっていました、えー、もちろん一番熱が入ったのがここですねクラス対抗の部ですね、はい えこれはですね、体育の時間にはもちろん練習の時間を取ってましたけれどももうだいたいどの先生もそうだったんですが休み時間にも練習してましたね、私ですと、八の字縄抜けね、これ苦手なお子さんがいるのでそういった子たちを連れて一緒に大縄の練習をするというのをたくさんしました。 それからですね、大会が近づいてきてからは、朝の会や帰りの会を利用しての練習をしました。これは私だけじゃなくてね、ね他のクラスの先生もやっておられましたね。こうやってどん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 熱が入っていくわけなんですけれども、えー、まあ、ほぼ3ヶ月間にわたってこうやって縄跳びしますから、体力向上っていう点ではかなり気温があったんじゃないかなというふうに思います。もちろん学校によって多少の差はあるんですけれども、まあ、 福井県の学校だったらどこでもナートベアやってるというのが一般的だと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。次回は二重跳びの指導、それから八の字縄抜きの指導なんかについてもお話をしていきたいと思います。えー、先生方のまた指導のお役に立てば幸いです。